はい、どうも、セハングリーズのマサです。伊藤です。お願いします。お願いします。まずは、はい、チャンネル登録者数600人いきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いつものごとく、はい、600人突破したのは皆さんのおかげでしかないですと。はい、そうですね、言わせてもらいましょう。はいはい恒例ね、恒例のやつですか。いや、今回それやめましょう。あ、わかりました。なんか飽きてきたと思うんで、皆さんも。そうですね。あ、皆さんのおかげなんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ今回はですね、はい、何やるかというとガチスカ対決していくんですけど、はい、FP とかアイコニック、レジェンド全部抜かした通常選手のみで作ったスカットでやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、サクッとスカット紹介いきますか。そうですね。じゃあまずマサの方のスカットからですね。監督はピーチェブール、まずトップがフィルミーノ、左がマネ、右がサンチョで、 OM がロイス。まあ安定ですね、ここは。最近多いですね、ロイス。めちゃくちゃ強い、マジで強いで、 CM はデヨング、 DMF がロドリ、左がアルバ、センターバック2枚がクリバリとファンダイク。多分こう安定じゃないかな。黒、そう、まあ、そう、黒だとそこになりますよね。黒で作ってる人はこうなるんじゃないかな。右はアーノルドで、サブがオバメ、ホーランド。ここはですね、後半出していこうかなと思います。怖いです。はい、で DMF がエンゾンジですよ。大好きエンゾンジですね。2019の時の FP エンゾンジが引き継がれた感じなんですけど、はい、FP の時使ってた、めっちゃ使ってた。でクロース、ダビンソン・サンチェス、マノラス、アルキニウス。いいですねって感じで作ってきました。はい、じゃあ次2頭のスカット紹介です。監督はファティ・テリムで、 ST でフェリックス、 CF でジェズスト、 OMF がアザール。いいですね。で右にサビッチですね、大好きサビッチ。 DMF で、これはあえてアラバで、あえて DM アラバ、 DM アラバで、左のミッドフィルダーがスキアラバって感じですね。今スターリング言ってましたから、もうスキアラバまさに入ってくるんです。右のミッドフィルダーがディマリア。ディマリアですね、はい、ハレルヤですよ。センターバック3枚がクリバリ、ラモス、ファンダイク。3枚でいいんですかっていうか、十分です。僕とやるのに3枚でいいんですか。はい、あ、はいはいはい。キーパー、まあ最後の取り手ですよ、モラエス。あ、キーパー紹介するの忘れたわ。オブラックですよね。まさはオブラックですね。はい、控えがちょっと CF 多めにしたんですよ。やだわ、ベルナ、ベルナやだ、やめてほしいわ。メルテンス、うわー。で、まあ、後半スパサブ、ドゥバンサパタ、うわー。これもスーパサブのミラー、めっちゃアタッカー多いよ。センターバックの控えがクレモン・ラングレ、いいね、ラングレと、まあ、コーチーニョで、サイドバックマルセロ。なんで入ってるのかっていうのは多分可愛いからですよと後々分かってくると思います。ニトのスカット紹介は以上です。はい、じゃあやっていきますか。1回戦目、はい、よろしくお願いします。先行ニトですね。はい、ジェズススタートで、はい、よろしくお願いします。お願いします。あれ、これは何本選手とかありますか。日本選手ですね、いつものごとく。あ、2本ですか。時間の関係でもしかしたらずれるかもしれない。ロイスが出てく、おっと、ナイス、山頂、いいぞいいぞ、よし、コーナーいやいやいや、マサさんのコーナーは怖いんですよね。決定率 95% でしたっけ。何ですかそれ。いけや、ロイスエンゾンジが、あ、くっそ、エンゾンジ、そこでしょう。役目はじっくりいくよ、ここはじっくり。いいんですか、やってくる、やってくるんですよね。オッケーっす。うわー、コンカー、ナイス、いいよ、ここですね、いいパス、ナイス。リバプールコンビですね。うお、何今の。ナイスファンダイク、ナイスファンダイク、ナイスエンゾンジ。くっそ、ここなんだよな、結局エンゾンジは。エンゾンジ、ナイスロイス、ここですね、キー、ナイス、落ち着け、オッケー、いいぞ、オッケー、オッケー、おっと、ファウルじゃない、よーし、よしよしよし、必死に抗議してますよ、やめてくれっつって。マリーシャですからね、今の。わ、これ苦手なんだよな、フリーキック。わ、これ苦手なんだよな、フリーキック。普通にマジか、これどうしよう。ロイスが決めていく。わかり、似合ってるんだよな、
そー神コース。今見たい。あ、おーい、いやいや違いますって。さあご飯、ハーランドがいるじゃないですか。お互いスーパーサブン入ったところでハーランドが暴力していくんじゃないか。無理やった。ベルナナイス、怪物ナイス、でかいんだよ。来た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 、決めていく。よしナイス。今ハーランド立ってるだけでめっちゃガードされたんですけど。でかいもんな。いやいや、ここでラモス行かせたくなかったんですけど。え、パラシュース、パラシュースいた、パラシュースいないですよ。どこに見えた、見えたんですか。誰だ今の。あー、よっしゃー、ナイスベルナー。いや、ベルナーナイスですね。エンゾンジと2枚で、おっと、そのパスはこっちに来るんですよね。来るぞこれ、くそ、よーし、ナイス。うわ今オッケー、この、こういうパスなんですよね。どういうパスなんですか。こういうパスなんですよ。すごい、カーブをかけていくベルナーが、うわー、うまいな、それは。うわー、くっそ、嘘だろ、あの根下。オッケー、なんだなんだ、譲り合ってる。オッケー、頑張れ、ロイス、神、ロイス、あっ、いやいやいや。さあ、2試合目。よろしくお願いします。お願いします。また、ジェズススタートで。こう、また、先行ですか、何してるんですかそれ。ダメじゃないですか、いつも先行先行って。俺この先行太郎、ナイス。おお、エンゾンジが爆発していく。ここ、うわね、すげえ、よく足出したわ。さすがセルヒオ。ブスケツですか。入りましたね。マネが決めて、振り切ってました、めっちゃ振り切った今。自信満々だったもんね今。3バックってどうですか。どうですかって言われても、ナイス。ディフェンス的に、まあどうだろうね、真ん中に中央に1人立ってるというのがでかいんじゃない。あー確かにそうですね。決まっ、え、よっしゃナイスや。意図してない、意図してない。もう見たいですね今、あのエンゾンジでしたよね、ガッツに合わせた、合わせたの。いやいやいや、ナイス三丁、飛び出していく。喜んでるエンゾンジじゃないですか。二列目から飛び出したから。ナイスすぎる。オッケーオッケー、いいよ、いいパターン、いいパターン。完全崩していく。これはいいぞ、くっ、よーし、いやーくっそ、くっそ、持ち上がった。持ち上がりましたよ。持ち上がり戦犯ですよ本当に。持ち上がりましたよ今。なんか今さ、持ち上がったって言ったじゃん。はい。お汁粉食いたくなったね。いや、世の中マサさんだけです多分。あ、そう。いるよ多分。コメントで。お餅食べたいですねみたいな。今のシーンですか。そうそうそう。お餅って何が好きですか。来てる、種類あります。いいぞ、オッケー、いいぞ、三丁。うわ、やっぱさ、ウィングストライカーの三丁よりこう飛び出しの三丁が強い。オッケー、よーし、そ、今のは持ち上がりましたね。持ち作戦ですよ今の絶対。で、持ちでやったら何が好きですか。やめてくださいって。な、いいじゃないか別に。持ちの種類って何なんですか。いや、あるでしょ、おしるこ好きとかさ、きなこが好きとかさ、海苔、海苔のやつが好きとかさ、あるじゃないですか。ありますね。何が好きですか。まあ自分はわらび餅ですかね。結構いいところつきますね。山下さんは何ですか。僕はおしるこです。おしるこかっこ、あの餅の原型ないバージョンですね。仮ってことですね。ええ、エンゾンジをカバーできればもう怖いものないですから。エンゾンジに出していく。これは決める、ナイス。マネー、いやー楽しくなってきました。逆に燃えるタイプ。さあご飯、お願いします。 4-0 ですけど大丈夫ですか。まあ余裕ですよ。言いますね。まあでもね、前半で4点取れたってことは後半でも4点取れますってことですから。そういうことなんですよね。そういうことなんですよね。だから皆さん諦めないでくださいね。
3点差ついたら結構切断する人多いじゃないですか。そうですね。それはあの絶対切断しないので、失敗しないのでみたいになりました。サッカー部あるんですよね、結構点差ついて切断するの。うっ、ナイス。サッカー部あるんですか。サッカー部あるんですよ。サッカー部あるあるなんですか。サッカー部多分分かると思うんですけど、はい、2点差ついたら泣いませんか皆さん。サッカー部の方いたら2点差で泣いるんですよね、やっぱ基本。そういうのがあるんですか。なんかさ、もうなんだろう、現実やっぱ泣いるわ、泣いたっていうか実際。そうなんですね、うん、まあ強豪校のマサさんですからね。弱小校ですけどね。なぜ監督がいないんで。ナイス。監督いなかったんですか。監督いないんで。今初情報だったんですけど。監督は僕たちのチームいないんで。選手が監督なんで。それぞれ。高校時代ですか。そうです。取れますよこれ。エンゾンチ。間違った。これ入るんじゃない？入るんじゃない？おお。危ねえ。危なく入るところでしたよ今。すごい危なかったですね。おーっと読んでくる？いや全然いや落下地点は読めていないぞ。パワフル見たくなっちゃいました。これ出んじゃダメですよ。俺も僕が出してるんじゃないんですよ。おら危ね、弾けってところを。あフィルミの惜しい。いや何ですかね、前見すぎて。いや何なんすかね本当に。くそよし、くこっからですよ。無念の1点を話しに行きます。はい、それを取っていきますのがグエンドゥジー。あ、違った、エンゾンジー。ナイス。おっと、抜けるか、抜けるか、どうする、どうする。おっと、サポタ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 。ちょっと、いいゴールではなかったですが、いいじゃないですか。キックネットでいなしたんじゃないですか今。いいですね、いいコンか。ここで終わっていく。ありがとうございました。日本選手でやってですね、はい、まあ、まさか僕が勝ちましたと、はい、ということで、まあ、別に勝ち負けはどうでもいいんですけど、楽しかったですね。楽しかったですね。やっぱりあの今コロナで、ね、あんまり友達とかと会えてない人いると思うんですけど、はい、なんか通話とかしながらね、ウイレとかやってるとやっぱりなんだろうな、こう知らない人とやるよりさ、ちゃんと友達とかコミュニケーション取りながらやるのは全然違う、はい、楽しいです。マジ楽しい。で今回一応ね、通常選手脱いで作ったスカットでやってみたんですけど、はい、皆様よかったらね、こういうスカットもありなんじゃないかなということで。そうですね、やってみてください、はい、新たな発見もあるかもしれないですね。ありますよね、この選手めっちゃ強いみたいなね。今回でいうエンゾンジですか。そうです、エンゾンジ。皆さんエンゾンジ使ってみてください一回は。ということで今回はこんな感じで終わります、はい。もしよければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。